私に電話がかかってきたの。デートの誘いなんかじゃないけど、私はもうすっかり舞い上がっちゃって、焦っちゃう掛け持ちスクランブル。次の日はいつもより30分も早く目が覚めちゃった。少しでも早く学校へ行きたかったの。いつもと違うゆうのすけくんに会えるような気がして。行ってきます。お姉ちゃん、なんでこんなに早く学校行くの？あずさん、昨日の夜からどうしたのかしら、あの子。もしかして、もしかして、ゆうのすけくんも早く来てたりして。なことないか。おはよう。なんちゃって。おはよう、あずきちゃん。おはよう、ともちゃん。いつもこんなに早いの？うん、今日は早く目が覚めちゃって。ともちゃんも？あずきちゃんも？てっきり私が一番乗りかなとか思ったけど。私が一番乗り。あれ、なんだ、もう来てんのかよ。おはよう。おはよう。誠くん早いね。あす、俺はいつもこのぐらいだぜ。年寄りの朝の早いのには負けるな。どうせテレビゲームを朝までやってるんでしょ。ググ。そんな不規則な生活してたら年寄りになるのは誠くんの方よ。ほら、白髪があるよ。え、本当かよ。嘘。そろそろみんなも来るかな。なんだ、嘘か。もうすぐゆうのすけくんに会える。早く来ないかな。おはよう。来た。よし。おはよう。よ、あずきいろ。何にも変わってないゆうのすけくん。ゆうのすけくん、夜遅くまで宿題？違う、テレビゲームやってて寝不足。ハイパーストリートってのが面白くてさ。あ、それ知ってる。私もやってみたかったんだ。へえ、あずきも？うん。じゃあ貸してやろうか。本当？あ、ごめん、あれ友達から借りてたんだ。明日返す約束なんだ。うん、いいよ別に。何、何の話？ゲームだよ。はしゃぎすぎだったかな。でも、ゆうのすけくんと話ができたからいいや。ねえねえ、今日みんなでクレープ食べに行かない？ああ、今度新しくできたお店ね。結構行けるらしいわよ。行こう。何相談してるの？あ、ともちゃんも行こうよ。学校の近くのクレープ屋さん。え、でも子供たちだけで行っていいの？何固いこと言ってんのよ。学校一歩出たらクラスインなんてこと忘れなくっちゃ。ともちゃん。地玉にはかなわない。ただいま。あら、おかえり。早かったのね。行ってきます。あずさ、どこ行くの？学校のそばのクレープ屋さん。やれやれ。来た。どう？ごめん、遅くなっちゃった。あずきちゃんち一番遠いもんね。さ、ゴーゴー、レッツゴー。先生に見つかっても叱られない？大丈夫よ。ともちゃんが先生みたいなもんじゃないの。そういうもんかな。そういうもんよ。とは言ってもやっぱりちょっと緊張するね。ちょっとね。何やってんの？入ろうよ。え、何、どうしたの？まこと。わあ、みんなも来たの？ここのクレープ美味しいわよ。なんだよ、変な誤解すんなよ。ともちゃん、入ろう。あたし職場なの。何がいいかな。ちょっと、ヨーコちゃんって何考えてんの？ゆうのすけくんと喧嘩でもしたのかな。まことくん、こぼしてるわよ、ほら、かなちゃん。いいよ。すごい。私、急にお母さんの用事を思い出した。帰るね。ともちゃん、そんな言い
聞こえないか。あ、もしかしてともちゃん、まことくんのこと。俺、帰ろう。え、じゃあ私も。待って。なるほどね、たまげた。ん？クラスインでも恋をするのか。注文は？あ、チョコバナナ。私もチョコバナナ3つ。ともちゃん、まことのこと好きなのよ、きっと。そんな思い過ごしじゃないかな。なんで、見え見えじゃない。お母さんの用事なんかあるはずないよ。恋愛の基本は忍耐力よ。あれくらいで切れてちゃハッピーエンドは遠いわね。気黙って男嫌いのくせに言うことはするといいんだから。せめてクレープ食べてから帰ればよかったのに。そうだね、おいしいね、このクレープ、うん。クレープは美味しすぎてともちゃんが余計かわいそうに思えた。今度また一緒に食べに来ようね。ただともちゃんには悪いけど、陽子ちゃんがまことくんと付き合ってるということは祐之介くんとうまくいってないのかも。あ、あ、もしもし、野山ですけど。私じゃないの？違う、1年生だよ。僕大豆。うんうん、じゃあね。誰なのよ。間違い電話。え、間違い電話に自己紹介することないでしょ。何怒ってるのお姉ちゃん。電話は私が出るからいいの。でもかかってこなかった、ゆうのすけくんからの電話。おはよう、ともちゃん。おはよう。かなりショックが後引いてるみたい。おはよう、ゆうのすけ。おう。ねえ、今日クレープ食べに行かない？何よ、陽子ちゃん、昨日はまことくんと言ってたくせに。とっても美味しいお店見つけたの。カップルで行くと何かプレゼントもらえるかも。いいよ、俺クレープ好きだし。本当？約束ね。あずきちゃん、聞いた今の？どうもおかしいと思ったら、昨日はゆうのすけくんと行くための下見だったのね。そうみたいね。かわいそう、まことくん。一番かわいそうなのはこの私かもね。憂鬱に追い打ちをかけるようにその日の体育はマラソンだった。各自校庭15周。はあ、このまま気絶して倒れてしまいたい。あずき。何、キャンちゃん。俺、陽子の誕生パーティーに誘われちゃってよ。へえ。祐之介も誘われたらしいんだけど、俺断ったから。ちゃんと断ったからな。ちょっと、そんな一方的に、なんで私にそんなこと断るのよ。なんか本当に気絶しそう。あずきちゃん大丈夫？平気だよ。今けんちゃんとなんか話してなかった？陽子ちゃんのことちょっとね。けんちゃんは陽子ちゃんのこと好きじゃないみたいよ。本当？本当のことなんて言えこない。かおるちゃんはけんちゃんのことが好きなんだから。けんちゃん、あずきちゃんをクレープ屋さんへ誘ってるのかと思っちゃった。けんちゃんはクレープよりたこ焼きってタイプじゃない？そうだね。よし、あと一周。野山さん、今度の日曜の午後何か予定ある？別に何にも。うちで私の誕生パーティーやるんだけど、よかったら来ない？え？ゆうのすけも誘ったの。多分来ると思うけど。あ、無理には誘わないけど。行くわ、ぜひ。そう、カオルちゃんたちにも声をかけてね。大勢の方が楽しいから。じゃあよろしく。あずきちゃんが行くんなら私も行く。私はパス。どうして？誕生会なんて幼稚園で卒業よ。それにどうせ陽子ちゃんの自慢大会みたいなもんじゃない？でも男の子たちもいっぱい来るんじゃない？カオルちゃん、ケンちゃんのことを期待してるんじゃ。余計お断り。
学校の外でまで男の子の顔を見たくないわ。じゃあ2人でプレゼント買いに行こうか。うん。プレゼント選びで1時間も悩んで家に帰るととんでもない電話がかかっていた。だったかな。小柄わさわさ。あ、小笠原じゃないの。ありがとう大豆。もしもし、お待たせしました。やあ、あずき色。ゆうのすけくん、あんたはいいの？あっち行ってて。いいの？え、もしもし。あ、はいはい、ごめんね、こっちの話。実はさ、今度の日曜日だけど。ようこちゃんの誕生パーティーでしょ。ああ、あれ断ったんだ。前の学校の友達が家に遊びに来ることになってたから。行かないの、ゆうのすけくん。うん、前から決まってたからな。でさ、その時みんなゲーム持ってきてくれるんだけど、ハイパーストリートもまた貸してもらえるんだぜ。へえ、楽しそうだね。だろ。だからあずきも家へ来ないか。へえ、私がゆうのすけくんの家へ。あずき、あのゲームやりたがってただろ。それに来る連中も面白いやつばかりだぜ。来ない？あずき聞いてんの？行く、行きます。オッケー、じゃあ1時頃から始めようと思ってるから。うん、うん。じゃあな。さよなら。プレゼントも買っちゃったし、今さら都合が悪くなったなんて言えないよね。それで雄之助くんの家に行ったことがバレたりしたら、あとは陽子ちゃんが風邪なんかひいちゃってパーティーが中止になるとか。もう私ったら自分に都合よく考えちゃって。困った。雄之助くんからの素敵な電話は夢のようだったから、私にはとても断ることはできなかった。こんな時に魔法でも使えたらな。あずきちゃん、おはよう。おはよう。ねえねえあずきちゃん、誕生パーティーに何着てく？あ、何も考えてないよ。少しはおしゃれしてった方がいいでしょ。ケンちゃんたちも誘われたみたいだし。ケンちゃんは、あ、何？なんでもない、行こうカオルちゃん。友達なら来ないって正直に言った方がいいのかな。でもなんで知ってるのって聞かれたりしたらどう答えたらいいのかわかんないよ。おはようございます。おはよう。今日は3組の浅沼先生がお休みなので、先生は時々3組に行くことになります。その間はおとなしく自習をしているように。いや先生、掛け持ちですか？掛け持ちをしても給料は増えないがな。掛け持ち？そうか。まこと、先に行ってるぞ。ああ、ゆうのすけくん。何？どうしたんだ？日曜日のことだけど少し遅れていい？なんだ、構わないよ。別に出席を取ったりしないから。よかった。あれ、ゆうのすけとボールは？まこと一緒だったろ。じゃあな、あずき色。よし、どうか神様この作戦がうまくいきますように。お母さん、お願いしていい？
あら、準備できたの？ちょっと見せて。じゃじゃーん。いいんじゃない？で、お願いって何？はい、そうそう、あのね、1時半になったらここに電話して至急帰るように言ってほしいの。30分しかいないの？いいからお願い。あ、カオルちゃんだ。お待たせ。あ、カオルちゃんおしゃれ。あずきちゃんこそおしゃれ。何をおっしゃる西野さん。あ、七五三に行くの？行こう、カオルちゃん。ああいうのは気にしないでいいの。行こう行こう。今日の私は何を言われても平気。ゆうのすけくんの家へ行けるんだから。なんかすごい家ばっかり。ようこちゃん、裾の長いドレスかなんか着てるんじゃないかな。さあ、つけられちゃうね。お嬢様には勝てないよね。これがようこちゃんの家？有名な建築家が設計したんですって。あの犬、ビーグルって言うんでしょ。ゆうのすけくんの犬と同じ。お揃いで買ったのかな。どうしたの、あずきちゃん。行こう。うん。うわ、逃げちゃおうか。ね、逃げちゃおうか。それじゃあ小学生のいたずらじゃない。あら、いらっしゃい。さあ入って。さあどうぞ。あ、まことくん。あ、よう。今、おいしいお紅茶入れてきますからね。笑っちゃ悪いわよ、カオルちゃん。だってあって、まことくんの格好。俺、座ろう。私たちも座ってよ。うん。まだ私たちだけ？はあ、これで全員らしいぜ。じゃあ、ケンちゃんも？みんな忙しいらしいんだ。俺も暇じゃないんだけど。そう。陽子ちゃんは？なんとかっていう有名なホテルの美容室まで行ったらしいけど、高速が渋滞で遅くなるって。何もそんな遠くへ行かなくてもいいのに。カオルちゃんの家だって美容院なんだから。お待たせしてごめんなさいね。今車に電話したらノロノロ運転であと1時間くらいかかりそうなの。1時間？はい、ごめんなさいね。せっかく来ていただいたのに。まいったな。早く来すぎちゃったね、あずきちゃん。うん、こうなったらお母さんの電話に期待するより仕方ないわ。あ、大豆、今何時？1時30分だよ。あ、そろそろね。大豆ちょっと来て。何？お母さんのポケットからメモ出して。これ？そう、その番号に電話してお姉ちゃんに帰るようにって言って。はーい。話し中だよ。じゃあもう少ししたらまたかけてみて。そういうこと。そうなのよ、まったくもう全然動かないのよ。歩いた方が早いくらい。困ったちゃんだわね。お友達に先に食べていただく？そうね、ケーキのカットは後回しにして。散々待たせてスープだけか。順番にいろんな料理が出てくるのよ。どうせならいっぺんに出せばいいのに。しょうがないでしょ、フルコースなんだから。あー、何やってるのかしら、お母さん。どうしたの、あずきちゃん。なんでも。もう忘れちゃったのかな。うーん、あ、しょうがないわね。ちゃんと飛ばないようにしておかないからよ。外に飛んじゃったのかな。風が入るから閉めなさい。でも開けとけば戻ってくるかもしれないよ。あのメモがブーメランだったらね。やっぱりそこらのレストランとは違うよな。ほんとほんと。私はお肉の味なんかわからなかった。胸の中で大きな時計がコチコチ動いていた。ん？
トイレか？急に用事思い出しちゃった。とっても大事な用事なの。カオルちゃん悪いけど、ごめんなさい遅くなっちゃって。ようこちゃんお誕生日おめでとう。ありがとう。食事をしてさようならってわけにもいかないからみんなに付き合った。どうして私ってこんな時にいい子ちゃんになっちゃうの？もうみんな帰っちゃったかもしれない。こんな時に羽があったら。あずき色！ゆうのすけくん、今みんなをバス停まで送ってきたんだ。ごめんなさい。どうしたんだそんなおしゃれして。実はようこちゃんの誕生パーティーに呼ばれて。なんだそれで遅刻するって言ってたのか。なかなか帰れなくて。無理すんなよ。そうだ、ゆいの散歩がてら家まで送るよ。ありがとう。あずきもそんなおしゃれな服持ってんだな。どこか おかしい。ううん、見慣れてないからさ。似合うじゃん。私はわざとゆうのすけくんと離れて歩いた。あんまり近づくと胸のドキドキを聞かれそうな気がして。家がもっと遠くだったらいいのにな。大豆がなくした電話番号のメモはきっと神様が私のために隠したのかもしれない。だってメモがなかったおかげでゆうのすけくんと二人っきりで歩けたんだもん。待ちに待った遠足けど、バスの隣の席は誠くん。ゆのすけくんの隣の地玉がうらやましい。ケンちゃんはうるさくつきまとうし、誠くんは食べ過ぎて倒れちゃうし。あ、リュックの中に傘が。大豆だな。あれ、でも天気が。次回、あずきちゃんさつきバレ霧の中のツーショット。